色気もよだつ心霊映像ベスト10第10位。夏場は観光スポットとして多くの客が訪れる富士の風穴。しかし一旦内部へ足を踏み入れると、そこは地の底へと続くかのようなひんやりとした洞窟。その一角で記念撮影。カメラのフラッシュが光ったその一瞬、岩に浮かび上がる無数の顔。今がさまよう魂の叫びとでも言うのだろうか。第9位。続いてこちらもフラッシュが捉えた怪奇現象。幸せいっぱいの結婚式、新郎新婦が今まさにケーキ入刀をする瞬間。それではケーキ入刀です。会場は幸せムードに包まれる中、カメラのフラッシュで現れた不気味な巨大な顔。幸せを妬む心霊か。第8位。町に設置された防犯カメラに奇妙なものが映り込むことも少なくない。画面右上に注目。横断歩道で驚くべきことが。どうしたの？車をすり抜け、トラックが通り過ぎると消えた。交差点をさまよう心霊とでも言うのだろうか。この黒い影の正体とは。第7位。かつて津波による被害で多くの海水浴客が亡くなったというこの海岸、楽しそうにはしゃぐ子供たちの横に不気味な一本の腕のようなもの。子供たちをあの世へと引きずり込もうとしているのだろうか。第6位。これは落石による事故で亡くなった死者を弔うために祀られた木製の地蔵。ここではしばしば怪奇現象が起きるという。画面中央の柱に注目。女性二人が近寄り柏手を打つと、まるで呼ばれたかのように柱の陰からこちらを覗く白い顔。落石により亡くなったものが自爆霊となり現れたのだろうか。第5位。心霊研究家池田達夫氏がある有名な心霊スポットで行った恒例実験。ここではその昔男女のトラブルから女性が殺される事件があったという。ここに関しては要はそのすごく淀みの濃いというか、ものすごい因縁の強い男性が一人いるんですよ。実験開始からおよそ1時間異変が起きる。画面左上、人の足とおぼしきものが、まるで宙を歩くかのように右方向へと進んでいく。追いかける男の足のように見えるが、女性が殺されたという事件と何か関連があるのだろうか。第4位。夜の公園でダンスの練習をする男性。自分の振り付けを撮影し、その動きを確認していたという。しかし
そんな男性の背後にいるはずのないものが映っていた。こちらを見るかのように転がっているではないか。この女性は一体何を訴えたかったのか。第3位。これは数年前のお正月に家族で撮影された映像。子供たちはおせちにお年玉にと大はしゃぎ。しかし家族団らんの風景の中に驚愕の映像が映り込んでいた。お分かりだろうか、招かれざる客はそこにいた。テーブルを囲んで和む子供のすぐ後ろ、透き通った体の和服姿の女性がはっきりと見て取れ、元旦のほのぼのとした家族の輪に入りたかったのか、それとも壊したかったのか。第2位。こちらはある観覧車の中、映っている女性はこの時結婚を間近に控え、式の二次会に流す映像を撮ろうと友人と二人観覧車に乗り込んでいた。旦那様と初めて会ったのはいつですか。結婚相手の話で盛り上がる二人。そんな彼女の背後にいるはずのない人物が現れた。第2位。こちらはある観覧車の中、映っている女性はこの時結婚を間近に控え、式の二次会に流す映像を撮ろうと友人と二人観覧車に乗り込んでいた。そんな彼女の背後にいるはずのない人物が現れる。彼女の背後で恨めしそうにカメラを見つめる女性の顔。実はかつて彼女の姉が結婚の直前に不慮の事故で亡くなったというのだが、何か関係があるのだろうか。そして第1位。毎年50以上の自殺者の遺体が確認されている青木ヶ原の樹海。広大な樹海では多くの人が奇妙な現象に遭遇したり、得体の知れない声や気配を感じるという。そんな禁断の地へと遊び半分なのか立ち入る若者たち。わかる？女の子の一人が何かを見たと言い出し、一度立ち止まったその時、カメラはすでに異様な姿を捉えていた。画面奥の林の中、一人不気味に佇む子供の姿、はっきりと見て取ることができる。だがこれだけでは終わらなかった。カメラは姿だけでなく奇妙な声まで記録していたのだ。わかる？うん、カメラが違うよ。どんな子供がいたの？もう一度お聞きいただこう。いないよ。わかる？うん、カメラが違うよ。どんな子供がいたの？カエルが違うよ。どんな子供がいたの？カエルが違うよ。うわ怖い怖い怖い。